はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。サカポンです。はい、本日はですね、ミリ下の方のガシャの方の実況させていただこうと思ってます。ほんまはね、ジェールの方ないけどね、もうちょっと貯めようかなとかってちょこっと思っとったんやけどね。でもね、なんとなくね、気分的にね、やっぱり回したいなっていう気分になったんでね、本日ね、ガシャの方回していただこうと思ってはいこうと思います。でね、皆さんちょっと話飛んじゃうけど、イベントの方どうだったでしょうか。はい、本日が最終日でしたね。そこそこ走れた人も多いと思います。私はね、前回のイベントと違ってね、いうことがちょっと ありましてね、実はね、私ね、ラウンジの方に所属させていただくことになりまして、今回のイベントの時からですね団地さんっていう方がいらっしゃるんですけどね、私がよく動画見させていただいてる実況者さんで、その人のラウンジに今回ちょっと入れさせていただくことになりまして、前回と違ってね、ラウンジランキングにも参加している形になるんですよ今回。まあそういうのもあってでですね、ちょっとね、他のメンバーの方にね、ちょっとね、迷惑かけたくないなっていう感じもあったんで、いつもよりはちょっと走れたかなっていう感じなんですよ。まあそういう感じですね。皆さんもイベントお疲れ様でしたという形ですね。ではガシャの方今回行かしていただきます。ただいま開催中のガシャですが、タイトルがパジャマでグラビア撮影ガシャとなっております。ですね、カードの詳細見ていただきましょう。新 SS レアで、爽やかな風に誘われて北上レイカ来ております。こちらはですね、ビジュアル特化型ですね。センター効果エンジェルコーデ効果、エンジェルタイプのビジュアル値が 90% アップ。スキル今日もワクワクしよう。10秒ごとに 40% の確率で5秒間パーフェクトグレートのスコアが 30% アップとなっております。覚醒後がこんな感じですね。おお、青が冴える衣装ですね。そんな感じがします。でもう一人 SR タオムレのお誘い、百瀬リオ。こちらの方はですね、バランス型となっております。センター効果フェアリーシャイン、フェアリータイプの全アピール値が 20% アップ。スキルからかい半分、12秒ごとに 35% の確率で5秒間グレートパーフェクトをグレートグッドをパーフェクトにするとなっております。そしてもう一人くつろぎタイム、新レアでくつろぎタイム白石つむぎ来てます。こちらは若干ダンス特化型ですね。センター効果フェアリーチャージ、効果フェアリータイプのライフは 10% アップ。ほんの甘いスキル、ほんのり甘いホットミルク、11秒ごとに 30% の確率で5秒間ライフが減少しないというのです。すいませんちょっと待ってリオンの覚醒後とか見てなかったのか、こんな感じですよね。なんだこの誘ってるような感じはなんか誘われてるような感じで、ゆずつむぎの方はザ・パジャマっていう感じです。パジャマパーティーって感じの絵柄となっております。では本日はね、もう20連分あるのでね、20連分回していこうと思ってます。まあね、どうなんでしょうねっていう感じですね。では最初の10回、さあどうなるでしょうかね。今楽しい、弱いですね今の、これは弱い。
あやっぱ、あ、最低保証。さあ、一人目はアミ。うん、アミですね。お二人目はエミ。三人目ジュリア。お、あ、レア、田中琴葉。あ、琴葉はね、もう復活したばっかりなんでね、これ新規になります。琴葉ね、私声優さん好きなんでね、ちょっと嬉しいですね。さあ次はあ、りっちゃんですね。はい、次あゆむ。次がリオ。リオのレアですね。なおです。エミリー来ました。そして次が誰だ。あー、カレン。一応一人新規っていう形ですね。では最後の20連目いきたいと思います。今みんなの、あ、ちょっと強いかこれ。あ、強いのが来ましたかね。どうでしょうか。いい表情が取れた。来ました、 SS レア。そして誰でしょうね。一人目かおりさんですね。はい、おね、ザ、お姉さんって感じですかね。二人目、なお。なお来ましたね。さあ、次は誰だ。お、新エスレア、百瀬リオ、来ました。はい、今回 の新規追加カードですね。さあ、さあ、誰だ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 。ん、これは、これは間違いない、レイカです。今回新規追加レイカとなりました。イエーイ、当てました。おばあちゃんになってもずっと着ていたい。うわー、永遠のアイドルですよね。永遠のアイドル。何言ってんだ私。弥生、続いて、あ、水木。続いては誰だ。静か。あ、いくちゃんですね。続いては誰でしょうね。あ、ゆず。あ、今回新規全員来ました。あ、今回新規の子全員来ました。新規カード全員来ました。あらー、こんなこと初めてかもしんない。全部で、続いてはりつこさん、エスレア。あれ、これメダルでちょっと取ったぞ今日、メダルの方で。ということで新規3名です。はい、以上の結果となります。いや、まさか取れるとは思ってなかったっす今。ほんまびっくりです。なんでしょうね、あんまよく回さずに回そうっていうのが私のね、ガシャ回す時の鉄則なんやけどね。まあ今回見事にハマってますね。はい、わ、ほんまこんな簡単に来るとは思ってなかったからね。っていう感じなんですよ今。大したコメント来なくてすいません。はい、まあというわけなんですけど、まあ今回の結果は以上となりました。はい、
はい、すみません。まあこんな取り留めもない終わり方ですいません。はい、本日は以上となります。またよろしければね、チャンネル登録の方お願いいたします。よろしければね、過去の動画も上げて、もう見たことないよっていう人は見てもらえれば、私個人としては嬉しいです。では、次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。